前田選手、大船選手、今谷選手、わあ、川合選手、はい、全車 OK です。1、2周されたい方はそのまま走ってください。手に合ったな。うぃ、止まります。それではですね、出走順番の確認をしておきますので、カーナンバー1番太田選手、カーナンバー2番前田選手、カーナンバー3番奥田選手、4番倉石選手、5番楠木選手、6番河合選手の順でチーム愛媛の太田さんと一緒。それではですね、WD クラス予選第2シート5分間です。スタート10秒前、それではスタートします。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート、5番スタート、6番スタート。岩田選手、車検の方お願いします。ゆきだごりじん、はい、車検します。スタートしました。FWD クラス9ヒントですね。さあ、予選、ここからです。ベストラップ勝負ではありません。5分間の周回となりますから、転倒は禁物です。大きなミスはですね、周回タイムに響きますから、転倒は禁物ですね。まずはですね、前者とのヒント、おっと、大丈夫か、岩田選手のマシンでしょうかね。大丈夫そうですね、マシンは。さあ、間もなくです。もう少し、もう一周したら、ちょうど1分となるところでしょう。さあ、ここで1分経過、1分経過、残り4分、残り4分、ラッタイム見ていきましょうか。現在トップは太田選手。さあ、太田選手のマシンは今、下ってきてストレート入ってきました。白黄色にファイヤーパターン、これが現在トップ。四国から参戦の太田選手、現在トップ。2番手に来たのは奥田選手です。奥田選手、地元のドライバー。さあ、奥田選手は白に、フロントが黒のボンネットですね、シルクですね。これが2番手奥田選手。3番手には前田アナが来ております。さあ、前田アナも鮮やかな黄色にシルバーと青とかですね、きれいなファイヤーパターンです。さあ、今、下ってきて間もなくストレートに入った、これが3番手前田アナ、4番手今、楠木選手ですね。さあ、楠木選手が今ストレートのコントロールライン通過した、これが4番手楠木選手。5番手にその後ろ小林選手、6番手に河合選手ですね。さあ、まずは序盤ですね、スタートしておりますが、さあ、2分経過、まだ半分終わっておりません。さあ、トップの太田選手、2番手の奥田選手のタイム差、コンマ6秒、さらに3番手、前田選手もチャンスありますね、2番手とコンマ4、コンマ8秒、さあ、トップ1、2、3は 1.5 秒圏内です、トップ1、2、3、1.5 秒圏内。さあ、4番手には楠木選手もこんな2秒差、ワンツーキーコーナーで大きく差はありませんね。5番手に岩井選手、ちょっと離れて4秒差、6番手河合選手、2秒差で前の車を追う展開。さあ、トップ太田選手、さあ、太田選手が今放送できない下ってきた、これがトップ太田選手、それを追う2番手、奥田選手は、おーっと、これは前田アナのマシンか、3番手につけてましたが、転倒で、さあ、この周でどうなるか、マシンは大丈夫そうですか、順位は変わらず、3番手、1個落とした、1個落としてしまった、さあ、ここで順位を1個落としてしまいましたが、さあ、トップの太田選手、2番手、奥田選手、コンマ5秒差、コンマ5秒差。
さあ、トップ岡選手の、2番手岡選手は追う展開。岡選手、今晩の上をリードですが、さあ、2番はできません。3番手には、ゆずる選手が 1.9 秒。4番手には転倒してしまった前田が 3.1 秒。5番手、倉選手に、茨城選手は5番手 1.3 秒ですね。そして6番手に河合選手、残り時間が1分10秒。さあトップ争いが激しい、コンマ5秒コンマ6秒差が延々続いております。残り時間が、おーっと先行したのは、さあ誰だ、あーっと奥田選手が見たいけど見てられない。何が起こってんねん。近いところにいたのね。5番奥田選手、6番中垣選手の順でスタートです。それではですね、スーパー GT のロンドンオリンピック第1位と予選5分間です。スタート10秒前、スタート10秒前、5秒前、それではスタートします。1番スタート、2番スタート、3番スタート、4番スタート、6番スタート、さあ、スタートしました。第2ヒートですね、予選第2ヒート、1回目の、さあ、ここは注目はやはりチーム横も前田です。さあ、昨日からなかなかいい感じで走っておりますね。おっと、はい、さあ、ここは、大きなミスなく5分間走り切るのが大切です。そしてこのヒートは面白いことに FWD のスペシャリスト、FWD で頑張っておられますスペシャリストと思われた小谷選手が 4WD で初参戦になるんですかね。ちょっと分かりませんが、 4WD のイメージが今までなかった小谷選手、 4WD 初参戦のような気がしました。さあ、ここはどうだ。さあ、ここで1分経過、順位を確認していきましょうか。現在トップは今安選手、2番手山口選手、2台の差コンマ2秒、3番手に奥田選手コンマ1秒、4番手に今安選手、さあ4番手、前田アナですね、1.8 秒差、5番手に中垣選手がコンマ04秒、コンマ04秒、そして6番手小谷選手が 1.8 秒差です。トップは山口選手、そして2番奥田選手が上がってきたと。奥田選手がトップに上がってきましたね。そして2番手に山口選手、しかしながら2台の差、こんな1秒。さあ、トップワンツー、そして
3番手には柴谷選手が 1.3 秒、4番手前田アナがほんの6秒、5番手に長谷選手 1.1 秒、6番手に小谷選手、1.4 秒差。さあ、時間が2分30秒を経過して、ちょうど半分終わったところです。現在トップ走行の奥田選手もですね、昨日調子を、このお盆間練習を重ねてぐんぐん調子を上げてきておりますね。今ストレートコントロールラインを通過しました、奥田選手のマシンですね、白に黒ですかね、このボディが奥田選手現在トップ。2番手山口選手との差がちょっと上げてきました、少し空いてきましたかね、奥田選手が逃げてる形なのでしょうか。そして3番手には柴谷選手が1秒差とある展開です。さあ、柴谷選手のボディは今ストレートコントロールラインに通過しましたね、このボディが柴谷選手、エキセトップの NFX ですよね。さあ、3番手に、さあここで3番手前田花がほんま4秒差で上げてきてる。2番手の奥田山口選手までほんま4秒差で詰め寄ってきておりますね。さあ、山口選手も油断できません。ほんま4秒差、3番手前田花が詰め寄ってる。さらにその後ろ木林選手ほんま2秒、その下5番手ですね、中川選手は 3.8 秒、5番手に小谷選手は1秒差、残り時間が45秒だ。残り時間が20秒となってきて、順位は大きくは動いていない。さあ、まあ、さあ山口、木林選手が上がってきたのか、木林選手が2番手浮上。さあ、しかし山口選手との差が 0.03 秒、0.03 秒、これは非常に僅差だ。この週で決まるのか、もうこれがラストアップとなってくるでしょう。さあ、小谷選手ゴール何してんの。山口選手、前田選手、奥田選手、これ選手ゴール。このヒートを取ったのは、奥田選手とゴール。2番手に木林選手、3番手には山口選手となりました。さあ、木林選手のゴール予想タイム、残りマニアリピットにやってまいりまして、ランチを楽しむ方など思い思いに時間を過ごしていらっしゃるようで、まあそちらは良しとしましょう。問題はこちらです。どうもいい装いで今回レースに挑戦されている溝上選手、朝にご挨拶させていただきましたけれども、いかがでしたか。予選1回目が終わって1回目なんとか走れましたね。走れましたね。コントロールプラクティスでなんか姿が消えたり、ああもう落ちちゃいましたね。ああもう落ちちゃいましたか。カーボンの、あ、初めて見ました、折れているサスアーム。ほんまですか。場外へ飛んでいってしまいました。飛びましたね、はい、ちょっと残念ながらその絵は抑えられてなかったんですけど、もう衝撃でした。バーン飛んでいって、あの時に壊れた。そう、多分あの時でもほぼ壊れてた、ね、その後でも 2,3 ラップしたんちゃいました。あの遠赤にまたコーンって当たった時にもボロンって取れた感じ、うん、じゃあもうそのクラッシュで1回壊れかけたもんがとどめを刺して、バラバラになったと、はい、右フロントが、なんとかそこからまあ部品交換して復旧はさせたので予選はできたと。そうですね、はい、2回目ちょっとちゃんと走ります。まあ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 ね、そこら辺はまあはい、シェイクダウンということもありますけど、どうですか。MS やってみて初めてやったんですよね。はい、やっぱよう走りますね。走るでしょ、うん、めっちゃいいですね。そうでしょ、本当に組んで、はい、アライメント取ったぐらいで、はい、来たんですけど、
で昨日も練習してなくて。そうですよね、ぶっつけでいきなりですもんね。じゃあビートポスに来たのはもうどれぐらい、半年以上ぶりですね。なるほど。で私よりは最近でしたね、まだ。そうですね、もうあの年間会員証が切れてました。まあそんなもんですけどね、はいはい。まあ、とはいえね、まあ、予選3回あるうちまだあと2回残ってるんで、うん、まずはあの小和さん用に。そうですね、はいはい、そこからですね、はい、もうちょっとちゃんと走れるように頑張ります。そうです、このウェアに恥じない走りを期待しておりますので、はい、はい。まあ、人のこと全然言えないですけどね。こんな圧かけといて自分もこけとるやんいう話なんですけど、まあまあね、やっぱりせっかくなんで、はい、このセッティングボードも横盛り変わることを期待しております。はい。ガラスのがないんですか。あ、そうね、横もね、これはもうあの出してほしいところですけどね。はい、そのことで、はいはい、またこの後もよろしくお願いします。さあ、そしてですね、もう一方ね、これ実聞いておきたいんですよ。こちらです。どうもこんにちは。もう私の永遠のライバルの一人、山口選手です。近い走ってるとこずっとかぶってる。前行ったり後ろ行ったり、ほんまに。ほんますいません。同じような走りして、前行ったら途端に暴れ出して、もう、ほんで、抜いた思ったら、ほんでまた暴れ出す。二人でどんだけポジション入れ替えたら。で、挙句の果てに、ラストラップでね、山口選手2位争いっていうコメント入ったから、ほんで私ライン開けて、山口行けと後ろから押したらめっちゃはらんでたね。まだどこ行くね。もうめちゃめちゃ気持ちわかるわ。何やろうね、なんであの後ろにいると急に暴れるんやろう ね、 ね、もうまだまだちょっと人間が弱いんやと思います。ほんまラジコンってメンタル出るよね。もうほんでまたあの私もね、いや、なんかちてめきたな、この野郎。絶対負けたくないぞっていう気持ちが出るんで、はい、どうしてもこれお互いね。そうですね。まあ、こうやって切磋琢磨してやるのも楽しいんでね。はい、今日はあの予選全部同じ組っていうか、あの組み合わせ一緒なんで、あ、そうですね。はい、あと2回嫌でも一緒ですよ。いやいや、嫌じゃないですけど。嫌じゃない。また、はい、またよろしくお願いします。お前、車の方はどうですか、これは X-ray。X-ray の。調子は、調子は。めっちゃ調子ですね。調子、はい、これであの走りか。そうです。いよいよ人間やな。はい、いやいや、人間。いやじゃあね、あの、はい、せっかくなんでこのあのランチ食べ終わったみたいなん で、はい、メンタルめちゃ強い先生に、はい、メンタル強い、ほらもうこの辺から強い、ほらもうほらほらメンタルって何みたいな、お前らみたいな豆腐と一緒にすなよみたいな。あーもうね、百戦錬磨ですからね。コントロールプラクティスだけは早かったっすあれ予選タイムです。予選は？予選？うん。巻くんすよね。それメンタル出てませんそれ。いやいや、あの。車のせいですか？僕ら走る時だけかけたんですよ。ああ、一瞬かけりましたね。そんなんで変わるんですか？全然食わんかった。どこでも巻いた。そんな繊細ですか？ここがもう微調整できへんもんね。ねえ、山口さん、それメンタルですよね。言ってあげてください。言ってあげてください。うまいですね。言ってあげてください。昨日練習来てないんでね。あ、そうそんなんいらないじゃないですか。もういらんでしょ、うん、余裕じゃないですか。今から寝ますから、ね、寝るんかい。まあ暑いからね。いやもう無理。ちょっとあの体力をね温存しながら今日。だって俺コントロールプラクティスで上位入れた時点で、うん、今日のノルマ達成した。終わっとんかい。始まる前で終わっとんかい。やっぱそれも楽しみでね。まあまあ言うてもあと予選2回と決勝とあるからそこまで。今日はあのちゃんと FF のクラスで FF 走らせてますからね。先週のどこどの和歌山のサーキットみたいに 4WD に混じって FF じゃないから修行やった、ね、修行でしたね。だいぶ揉まれてましたけどね、うん、今日もあのここのご当地エキスパートいっぱいいますんでね。でもベストラップそんな変わらない。おっ、やっぱあとはメンタルじゃないですか。メンタルだメンタルメンタルメンタルって何ですか。何すかね、何すかね。メンタルなんかないっすよ。ないっすよね、うん。気にしてるの僕らだけですって、山口さん。はい、山口さん、はい、メンタルなんとかしてんとね。ほんまですね。ね。もう爆発すんで、うん、レース出て。
か緊張なんかせえへんもん。緊張しない。ここ最近したことない。緊張しない。緊張するんですかみんな。めっちゃ緊張しますよ。緊張しますね。もうだって俺こけて自分こけて笑ってたもん。もうさっき二人ともバックバックやんな。もう抜きつ抜かれつの大バトル。大変ですね。まあ予選今日ずっと予選こんなんがと続くから、もうなんとかしてほしいな。疲れてる、うん。でも次ね山口さん前からスタートなんで私よりも、はい、もうねぶっちぎって逃げるはずなんで、これで私に追いつかれたらもう知らんで。今度でも俺スタート一番最下位だ。もうまくっていきますよ。早々に後ろ追いつかれんようにはね、まくっていきますよ。頑張っていきます。わかりました。もうね乗るか反るかでいいんですよ。なんか分かるような分からんようなあれですけど、ね、そうですよ。そんな置きに行く走りなんかいらんの。そうですね、はい、そう。もうそれはもう行ってまいと。そういうのがそれがメンタル強い。飛び散ってのけぞるか。わかりました。その気持ち気ぐらいをね我々も参考に頑張っていきましょう。はい、はい、お願いします。ありがとうございます。そうありがとう。また次始まるんでよろしくお願いします。